マナポートの日常です。ちょっと久々にマナファームに来たら芝生になってました。雑草が鬼のように生えてます。これやばい。これは嘘やろ、マジでやばいやん。え、皆さん多分前の動画見返してもらったら分かるけど、うん、あ、これでもほらめっちゃ育ってる。あ、ほんとだ、ほんとだ。あ、すごい育ってる。でもここも、うん、言うて、うん、こっもうただの緑の芝生ない。芝生になってるやん。え、待って、えぐい。え、こんなさ、え、こんなの生えてなかったよね、こういう種類の草。あのさ、こっちみたいに、そうそうそう、こういうのは、そういうのこういうのは生えてたよ。でもこっからこっちさ全然違うじゃん、これ。なんかこれはこれでなんか育てたのみたいになってるもん。もはやこの、え、これ何、これ、ね、根っこがさ、めちゃくちゃ深いやつじゃない、これ。やばいやん。うわ、いやだから前もさあれ言っとったやん、うん、あのもっと掘り起こさんと、うん、だ全然ダメやねって、うん、そしそう怠ったこんなこと。いやもう花まで生えてきちゃった。あら、え、これは何だろう、これ毒ダミじゃないの、違うんかな。これあれやん、ちょって吸うやつやんこれ。これよ、余計にお仕事増えちゃいましたね、これ、うん、うん、それでは